何やら見覚えのあるミラーマーク、懐かしいのジャスコタイヤのあれがありますけど、そうですね、久しぶりに来ましたね、ヘイズ駅。いやー、まだちょっと雪残ってるんですね。今日はあれですね、なんか、なんだっけ、三重県スタンプラリーやったっけ、あれの続きですね。なんとなく撮ってます。なんとなくの割には頑張ってね、今日まあとりあえずね、近場のね、行けるところ、三重県民なんでね、近場のところ、かつね、ちょっと行きづらいところとかから行っとこうかなって、今日は三義鉄道編でね、まとめていこうかなと思います。どういう風になってるのかわかりませんけどね、このね、立てる撮るのね、楽だね。楽なんでね、ついつい気軽にね、撮りに出ちゃいますね。やっぱね、カメラ持ってどうのこうのってするとね、ちょっと身構えちゃうんですけどね。これだけだったら楽なんでね。で、三義鉄道は、北西線とあれで分かれてましたよね。で、どんな感じやったっけ。下田、下田、スタンプラリーの紙持ってくる忘れとった。何しに来たんやー。どうしよう。一回取りに帰る。いや、しんどいぞ。車積み忘れじゃないよな、ないな。あのね、なんでかっていうとね、今日ね、実はね、車の中掃除しましてね、今ね、山田さんにしては非常に珍しくね、車の中がすっからかんなんですよね。っていうのも車検があって、その兼ね合いで、車の中身ね、全部ね、空にしたんで、今日ね、このね、手荷物以外にね、何もないんですよ。なんならその、乗っとったやつね、全部また、うじゃ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 ーって袋に入れてね、おじゃーってね、家に放り込んできたんでね、こっちのカバンに入れとったのに、この作るところに、やった。さ。やらかしたね。でね、スタンプカードを合わせることができないらしいんで、どうしようと思ったらね、これで言いますから、じゃあもう、いっそのことを、何も関係のない、ブライ旅しようか。どうしような。どこがいいかな。パッと地図見て決めよう。よし、とりあえず、富田方面行きたい。トムライに乗って、とりあえず北西線の方行ってみようかな。ちょっとクーラーで飯食うっていうのも手だし。あ、なんなら星川辺り食ってもいいかな。これは何かこの1200円のフリーキップ買った意味をつけなきゃいけないが、とりあえずサブチャン今日確定だ。さあ。あ、よかった。